位線と線緯度と経緯度度について説明をします。まず何で緯度と経度の勉強をするのかですがこれは地球上での位置を正確に表す時に緯度と経度が役に立つからですで、まあ、どういうことかっいうと位置を表す方法っていうのは、まあ、ざっくり2つあるわけです1つ目が他の場所を基準に表す方法2つ目が住所で表す方法で例えば 日常生活でなんとか中学校の位置を表す場合、まあ、こんな感じで表せますよね、えー。どこどこっていうマンションの目の前とか、〇〇駅から北に 1km のところ。これが他の場所を基準に表す位置を表す方法ですね。で、二つ目の住所で表す、表す方法っていうのが、〇〇県何々市、何とかの何とかの何とかみたいな、まあ、そういう表し方。 こんな感じで、えー、日常生活で位置を表す場合は、二通り、二通りの表し方をすることができます。でじゃあ次に、地球上で日本の位置を表す場合を考えてみます。で、一つ目の他の場所を基準に表す方法の場合、まあ、例えばこんな感じで表現できます。太平洋の北で西の端っことか、あと中国の東側とか、 韓国の隣とか、まあ、こんな感じで他の場所を基準に表すってことができます。でもこのような他の場所を基準に表す方法だと何となくの場所はわかるんですけど、まあ、結構分かりにくいじゃないですか。ってことでその○○〇〇中学校の位置を住所で表した時のような正確な位置の表し方をしたくなるわけですね。ってことで、えー、地球上の 住所を表すための基準として緯度と経度を使うわけです。じゃあ具体的に緯度と経度ってのは何なのかを説明していきますで。まず緯度から。緯度は南北方向の住所を表すものです。えー、まあ例えばこんな感じでなんかものまあ顔ですけどがあるとしますと。でこれの位置を表す場合、えーまあ、こんな感じで南北にこう区切るようにこうやって線を引く。 ことで向の線で言うとこの顔この変な顔はオレンジの太線の上に位置するっていうふうに言うことができますよねつまりこうやって線を引くことで南北方向の位置を正確に表現することができるわけですで,この横の線が線ですねででその位線がたくさんある中で どの位線なのかを示すものが緯度です。えー、次、経度。あもうちょっと詳しい定義は後で説明します。で次、経度。経度は東西方向の住所を表すものですの。オレンジの太線の上に位置するってだけだと、太線の上のどこに位置するのかってのが分かんないじゃないですか。こうやって線があって、えーこ、ここかもしれないし、ここかもしれないし、ここかもしれないしって。 この,この線の上のどこなのかっていうのが分かんないわけですよ。ってことで今度は東西方向の位置も考えます。東西方向を区切るようにこういうふうに線をたくさん引くことで、えー、東西方向の住所を表すことができます。この線を使えばこの変な顔は水色のの太線の上にに位置すすするるっていう,ふうに表現することができます東西方向の位置を正確に表現することができるわけですね。 でこの縦の線が経線です。で、この経線の中のどの経線に位置するのかっていうのを表すものが経度です。で、これらを組み合わせると、この2つを組み合わせることによって、この変な顔はオレンジの太線と水色の太線の上に位置する、交差するところに位置するっていうふうに表現することができるわけですね。こうして地球上の位置、 地球上の中のどこにあるかっていうのを正確に表すことができるわけです。これが遺線と経線の存在意義です。まあ、こんな感じで、なんで遺線があるのか、なんで経線があるのかっていうのを、えー、本質から理解すれば、えー、なんだろうな、丸暗記する必要はないと思います。はい、ってことで、えー、あ、で、ちなみに、チリって、あの、位置、 場所がとても重要な科目なんですね。なので、その位置を表す方法っていうのも大事なわけですよ。だから、緯度と経度、その位置を表す方法である緯度と経度を地理の最初の方に勉強するっていうことになってます。教科書の最初の方に緯度と経度について書かれてるはずです。はい、ってことで、えー、ちょっと今、ここまで説明したのをちょっとざっくりしすぎ。住所とか言って。 ざっくり説明しすぎなので、ちゃんと正確な定義について説明をします。えー、線と、まず遺線と緯度について。えー、これが地球で,で、このように地球を、地球があって、で真っ二つに、えー、切ったとき、あのー、サザエさんのエンディングみたいな感じで、こう真っ二つに切ったときのこの円周を赤道と言います。で、この赤道が緯度の基準となります。この赤道の緯度は0度。 ですで例えばこの赤道から北に30度を上がったところこの位置は北緯30度と表します北に30度ってことで北緯30度でただこの北緯30度ってのは北緯30度に該当する場所ってのはたくさんありますこういうふうにぐるーっと一周すべて北緯30度に該当しますこれが このぐるっと回ったこの線が北緯30度の位線です。で、赤道から北に行けば北緯。で、赤道から南に行けば南緯ですね。であと、えー、と、緯度は0度から90度で表します。この90度より大きい緯度っていうのは存在しません。なんでかっていうと、例えば、えー、北緯120度っていうのを考えてみると。 わ、えー、かるかなと思います。北緯3、120度っていうのを考えてみると、これって北緯60度と同じ位置なんですよね。ってことで、90度を超えると、90度以下の、90度を超えた、えー、位線あ、90度を超えた緯度っていうのは、90度以下の緯度で表すことができるので、まあ、わざわざ90度以上のものは作らないってことですね。だから、まあ、緯度は、 度度から90度で表すということになってます南側、南位、南位も同じです。南位も90度までです。はい、次、経線と経度について。えっ、ー、と、これが地球で、イギリスのロンドンを通るこういう線、まあ、と,とにかくこの縦の線ですね。このイギリスのロンドンを通る縦の線を経度の基準にします。 で、なんでイギリスのロンドンを通る線が基準なのかっていうのは、えー、ちょっと省略します。自分で調べてください。で、このイギリスのロンドンを通るこのような線のことを、えー、本書4、5線と言います。で、本書4、5線の経度は0度。で、例えば、えー、本書4、5線から西に60度行ったところの位置。これは、正形60度。 と表します、えー、本書四五線から西に60度いったので、正形60度。で、この正形60度に該当する場所もたくさんあります。こんな感じで、地球半周分が正形60度です。この線のことを正形60度の経線と言います。本書四五線から 東に行けば東経本書45線から西に行けば西経です。でえっと遺線とは違ってなんかすごい一気に説明しちゃってるんであのよく分かんないってなったら負け戻して聞いてくださいね。で遺線とは違って経線は地球一周ぐるっと結んだ線ではありませんってのがポイントです。えー、っていうのもええ整形 60度の真反対は、統計120度と同じだからです。は、えーえー、整形、えー、いくつだ整形240度整形240度ってのは、統計120度と同じなんですね。あ、違う、だってえ俺、合ってるかな合ってますね。整形、えー、240度ってのは、 統計120度,120度と同じだと。ってことで、じゃあもう統計120度っていうふうに表現すれば OK だろうってことで、えー、それぞれ経度は、えー、0度から、統計、成形それぞれ0度から180度で表します。ちょっと今ここかなり分かりづらかったかなと思うんですけど、まあ、この図を、えー、ちょっと見て、ああ確かに成形60度との真反対は えー、統計120度と表せるなということを確認してください。はい、で,あでそうそう、統計180度と整形180度っていうのは重なります。えー、統計180度、本書4、5線から180度ぐるっと回ったところ、整形180度は本書4、5線から180度回ったところ、これはぴったり重なります。 で、ちなみになんですけど、本書四五線の四五っていうのは、えー、東西南北を十二支で表した時の北から南っていうのを位置あ意味します。これがし、えー、ネズミ。で、南が馬。これで四五ですね。この北から南にガッて引いた縦の線のことを四五線というわけですね。でその中の基準となる そのイギリスのロンドンを通る四五線のことを本書四五線と言います。はい。で、最後、えー、緯度と経度、どっちが縦でどっちが横だっけってなんか迷うってやつについてですあの。本質から理解、ちゃんと理解してないと、緯度と経度ってどっちが縦でどっちが横だっけってなりがちなんですよね。で、なんかいろんな覚え方があるみたいなんですけど、例えば、横井さんとか、横は井線とか。 で武井さん、えー、はみたいな、まあ、そういうふうになんか語呂合わせで覚えるっていう、まあ、そういう方法があるみたいなんですけどわざわざこんな語呂合わせの語呂,わせ語呂合わせを使って丸暗記しなくても分、まあ、かると思うんですよね。北緯南緯っていう言葉ってあの勉強してるうちに染み付いてくると思うんですよ。そしたら「北斐南位っていう言葉から「ああ、井戸はどれくらい来た?」 ももしくくはどれくらい南にあるかを表すためのものだな。だからまあ横のこういう線が位線だなっていうふうに分かるはずなんですよね。で同じように境線も同じですね。統計・整形っていう言葉から東西方向の,その位置を表すための線だっていうのがま想像つくはずなのでどっちが縦でどっちが横だっけっていうふうに迷うっていうのはまあないかなと思います。 はい、って感じで、ちょっと最後の方わかりづらかったかもしれないんですけど、えー、緯度と経度、異線と経線について、えー、ざっと説明をしました、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。